よいこの皆さんこんにちはあ、間違えた <laughs> よいこの皆さんごきげんよう、えー、愛が重いことってありますよねヤミカギリーキーです映画ラブ俺は映画が好きだ愛してる素敵で無敵なフリーライターさん倉本です、えー、今年2022年に入ってから バイオハザード2をプレイして、それが終わったら月姫をプレイして、そしてその間私はずっとデジキャラットの新作アニメの情報を仕入れている。一体私は何時代に生きているんでしょうかそれはそうと、えー、本日収録日3月19日です。初代ゴジラ主演声優であり、ありました宝田明さんのご冥福を心よりお祈りいたします。永遠の15歳こととです。はい。というわけで、今回はゲストがいます。えー、アメコミのライターをやってらっし、えー やっていらっしゃいます。えー、小田切ひろしさんが今回ゲストで来てくださいました。えどうぞ。いや、アメコミのライターって言われると脚本書いてるみたいなんですけど、えー、要するに、雑誌とかで、まあ、アメコミの紹介記事とかを書いてきた、まあ、こう、塔の立ったおじさんですね。えー 最近は、こう、えー、漫画の展示のためにですね、えー、三分子みたいな少女漫画の、あらすじを書かされるという苦行をやってました。小田切と申します。よろしく。お願いします。はい。というわけで、えー、悪い大人たちに、このフィギュア激ヤバ即ゲットだよと言われて、お小遣いを無駄に使わされた人たちのための、バッド映画チャンネル、バッド映画レビュー、 えー、今回はザ・バットマンを語ります。イエーイ。イ、はい、ーイ、えーえー。この映画のバット映画監督はマット・リーブスさんで、バット脚本家はマット・リーブスさんとピーター・クレイグさんです。で、このバットマンの原作ですが、バット出版社のバット DC コミックスです。バット出演者は、 バットロバート・パティンソン、バットゾーイ・クラビッツ、バットポール・ダノ、バットジェフリー・ライト、バットジョン・タトゥーロ、バットピーター・サース・ガード、バットアンディ・サークス、バットコリン・ファレルで、バット音楽のバット音楽家は、バットマイケル・ジアッチードです。イェーイ。イーイ。で、配球は、 え、バット配給会社はバットワーナーブラザースピクチャーズです。で、この映画のバット大まかなスコーリ通りーなんですけど、えー、幼い頃に両親を失った大金持ちのブルース・ポッチャマは、えー、夜な夜なコウモリのコスプレをして街を徘徊し、道行く悪人どもをボコボコにしていました。そんなカオスの犯罪都市、ご存知ゴッサムシティにまた迷惑な奴が現れました。その名も謎の男リドラーです。リドラーはゴッサムシティにはびこる汚職を憎み、不正を働いた異性者たちを次々と殺しまくりという迷惑系 YouTuber としてフォロワー 数を荒稼ぎしていました果たしてブルースボッチャマことバットマンはゴードン警部とキャットウーマンと力を合わせてリドラーの犯罪を止めることができるのかそしてこの映画には1966年に世界を恐怖のどん底に陥れた犯罪帝国のメンバーが全員揃っていることにあなたは気づいているのだろうかやはりロビンはもう映画に出てはいけないのかというお話ですというわけで皆さんはどういう感じでご覧になりましたかということで、えー、トワ君どうでしたかはいえー、っと ま、ちょ、結構、割と前からなんか、ゆくゆくバットマンの単体主演映画やるみたいよ、みたいな話は聞いてまして。で、まあ、いつやんのかなって思ってたら、あの、制作に携わってたね、ベンアフレック、DC ユニバースでのバットマン役。え、ベンアフレックがね、あの、制作から降りたりとかして、果たしてどうなるのやらっていう。で、まあ、ね、それでまあ、 まあ、不安、期待半分、不安半分みたいな感じで、まあ、割とアンテナ張ってたら、まあ、とうとうね、ちゃんとやることも正式に決まりましたという話で。で、えー、それでまあ、いろいろ情報が出てくる中で、えー、ヴィランがリドラっていうのにちょっとびっくりしまして。<laughs> まあ、このちょっと前にジョーカーという映画があったわけで、でまあ、ね、うん 予告編とか見てもわかるように、まあ、それこそジョーカーからの流れを引き継ぐがごとく、かなり重苦しい、えー、作風だったわけで、それに比べるとリドラっていうのがね、私の中でリドラーのイメージっていうのが、えー、アダム・ウェスト・バットマンとバットマン・フォーエバーの2作なもんで、どうやってリドラ出すんだろうっていう、どんなリドラーが出るんだろうっていうのがね、いまいち想像ができなかったというか、うん。 いや、こんな作風の中で、ハテなマークがいっぱい印刷された、緑の全身タイツのおっさんが出てくるなんて、そんなことねえよな、っていう。うん、ジムキャリーが出てくるなんてことも考えにくいよ、っていうふうに思って、まあ、どんなもんかというふうに <laughs>、えー、不安に思い。で、あとね、この映画、バットマン、えー、ブルースウェイン役の吹き替えがね、桜井貴弘さんなんですけど、えー、ブルースウェイン演じられたロバート・パティンソンが FF7 が大好きということで、これね、うん、不思議な縁だな、っていうか、桜井貴弘さんずっと f F7 で主人公やってましたから。 まあそういうふうなねこともあったりとかしてまあ実際に見に行ったのが、えー、公開日の、えー、次の日3月12日でまあなんでしょうねうん、うん、一言で言うとねこれもうどっちが善でどっちが悪かわかんなくなったなっていうかなんかうん うん、もはやリドラーがこれ、見方によってはダークヒーローと言っていいんじゃないのっていうようなそんな出来で。うん。あと、リドラーっていうそのヴィランがさっきも言ったように、果たしてどうやって出てくるのかっていうふうに思ったって話なんですけど、このリドラーの出し方っていうのもこれ一歩間違えたら、ヒーロー映画として成り立たないんじゃないのみたいなそんなバランスになってて。いや、なんか、うん。すごい、なんかここに来てまたすごい映画見せてもらったなっていう感じで。うん。ただ、まあ、不満点もなかないっていうか、やっぱりね、あのー、 ジョーカーから、ジョーカーの色を色濃く受け継いだ、えー、この映画の作風的にかなりまあリアリティ増し増しって感じなんだろうけど、うん、そのなんかリアリティ増し増しな感じがなんか変えってちょっと平和読んでんじゃないかなっていうのもあったりとかで、うん。まあまあとにかくね、はい、すごい、すごい映画でしたよ、本当これ。うん、なんか見終わった後、はい、なんかちょっと自分で自分がすごくなんか危ない状態に,になるような、それぐらいね、あの、引き込まれる映画でした。はい。はい。なるほど。クラブさんどうでしたか 私はさっき、ついさっき見に行ってきて、うん、もう見立てほやほやで、<ら>お家に帰ってきたのが、<ら>この収録の1時間、1、2時間前っていう、本当に見立てほやほやなんですけど、私はもう全くバットマンシリーズ初心者で、なんなら、はい、DC のキャラとマーベルのキャラ、どっちがどっちかわからないレベルのド素人なんですね。なるほど。でバ、バットマンだったら、かろうじて大昔に、うん ダークナイトを見て、で、あと最近やってたジョーカー見て、だけなんですよ。だからもう、アメコミも何もわからない。何も知らない。で、今回に至っては、予告も見ずに、前評判も全然聞かずに、あらすじ公式のあらすじも見にあ、見ずに行ったから、本当に何もわからない状態で見て。ほう、はい で3時間、上映時間3時間か長いなーって思いながら挑んだんですけど、はいはい、そんな何も知らない人間が見ても3時間中だるみせずに楽しめたんですね。ただ、何も知らない分、こう見ながら情報の整理していくのがちょっと大変だった。はいはい、ほうほう。あ、なるほど。 うん、あ,あえこれどう,どうなってどうなったのみたいなのが結構ちょいちょいあって、はい、話追ってくのに必死っていう感じでだからこそ3時間中だるみせずに楽しんで見れたのかなって感じでしたはい、はい、なるほど分かりましたえっ、ー、と僕はこの間見に行ったんですけどなんかみんなが面白いよ面白いよって言ってたのであの面白いのかなと思って見に行ったらとても面白かったです あの、<laughs> バットマンがコウモリのスーツを着た変態に見えたのがすごく良かったと思います。<laughs> そんな感じです。で、あの、小田切さんどうでしたか <laughs> 僕はですね、あの、はい、えー、試写で見たんですよ。はい、あ、そう<あ>。えー、DC 展っていう展示を、まあ、あ、六本木でやってたじゃないですか。 はい、あ,あの DC コミックス展っていうのを。やってましたね。はい。ね、あれのプロモーションでちょっと動画に呼ばれて出て、まあそのご褒美みたいな感じでこう、今回呼んでもらったんですけど、まあ、試写会場に人がこう、すし詰めに入っていて、まあ、え、はい、今コロナなんじゃないのみたいな感じでしたね。<laughs> はい それはあれですね、上からリドラーの軍団がいっぱい来てたら殺されますね。いやー、殺されますっていうか、<laughs> 下手すると、あそこの、こう、何あの、演説会場より混んでたんじゃないかっていうぐらい人がすすめになってたので、<laughs> <laughs> リドラーいらず、うん、うん。だからまあ、なんか、 そっちの印象の方が強いっていう、その、あの、見た時の話としてはね。で、映画自体としては、こう、端的に僕の感想を言うと、あの、倉本さんが言ったみたいに、長さの割には退屈しないんですよ。うん、っていうのは、あの、伏線引いては、すごい勢いで回収していくるので、で,うん、で、間にアクションも挟まるし、 ただ、なんか、こう、トータルな率直な感想を言うと、えーうん、全6話のテレビシリーズを総集編にして映画館でかけてますみたいな感じ <laughs> <laughs> あ。なるほど。言われてみればそんな感じもしなくもないですね。って感じですね。だからすごく、その、うん、描写が足りてない <laughs>。 まあ、そんな感じでいろいろ語っていこうと思うんですけれども、なんか僕はそれを見たときに、あの、もう、なんかみんなもうバットマン知ってるでしょって感じをすごい感じたんですね、このそうそう。映像から。はい。あの、もうほら、ちなみに倉本さんとかさ、はい。あの、バットマンについて何にも知らないで来たって言ってたけど、そのバットマンがどういう人かっていう前提も知らなかったどういう人かは、 ざっくりは知ってて。うん。なんか両親も殺された、ねうん。そうそう、はい。そう、うん、両親殺された実業家が復讐のためだかなんだかで、うん、夜はバットマンとしてやってるよ。うん。しか知らない。そう。なんかでも、そこは知ってるでしょって感じ。だから、今回ついにあの、オリジンのシーンなかったですね。ああ、確かに。うん。 うん。あの、オリジンのシーンがどんどん短くなっていくじゃないですか、このバットマンビジンズ以降ね。<laughs> うん、あの、もう、前回のあの、スーパーマン対バットマンっていう素敵な映画の時は、あの、もう、なんか、冒頭でちょびっとなんか、回想でもないような感じで、オープニングの流れでやりまし、やっちゃうじゃないですか、その辺を。もう <laughs>、何かもう、みんない味としては、うん 何も知らない勢としてはね、素朴な疑問があって、スパイダーマンはなんでそのクモなのか、映画でやってたから知ってるんだけど、バットマンはなんでコウモリなのあ、なるほど。うん。あれはまたその原作、んんいや、多分、バットマンがなんでコウモリなのかっていうのは、ファンはみんなわかってる前提知識なんだろう。 なって思って。うん。うん。まあ、そこはでも、後付けっすよ。あの、<laughs> だから本当の本当のオリジンを言うと、まえー、まあ、バットマンって漫画なので、元とは。で、ね、漫画が始まった時代が1939年なんですよ。 で、その前にスーパーマンがいて、要するにスーパーマンがすげえ当たったので、スーパーヒーローの漫画っていうのが、アマゴのタケノコのように、いっぱい作られる。で、要するにその、2番センチ筆頭みたいなのがバットマンなので、実は第1話って、あの、ブルース・ウェインがバットマンなんですよっていうことしかわかんなくて、 ブルース・ウェインが何者かっていうことも説明されてないんですよ、漫画の第一話って。だから、なんか、こう、まず、バットマンっていう、あ,あのコスチュームのあ、あの見た目がまずキャラクターとしてあって、その、怪人が夜な夜なこう悪いやつぶっちめてるっていう驚しい、驚しい漫画。 っていうだけなんですよ。最初は。で、その日こう、あの、半年ぐらい経ってようやく先ほど、こう、冒頭で闇鍵さんが言われた、えー、ご両親と解決ゾロを見に行ったら、こう、強盗に両親殺されちゃった、あの、金持ちの息子が孤児になって、で、 その幼児時期のトラウマから、まあ、あの変な格好をして夜な夜な犯罪者をぶっちめるようになったっていういわゆるこう誕生エピソードオリジンストーリーっていうんですけどがその連載始まってから半年後に初めて作られたっていうものなので,、うんうん、でなぜコウモリなのかの,理,の理由が出てくるのとか、うん、もっとすげえあと。 もっとすげえあとですね、6 0年代とか70年代ぐらいまでなかったん <laughs> 90、えっとですね、あの最初の90、えー、1939年にそのディティクティブ・コミックスっていう漫画雑誌で連載が始まった第一話で全く本当になくて、コウモリの理由がある理由が。一説によると、あのー、1926年にザ・バットっていう映画があるんですね。お で、この、ホラー映画なんですけど、その、こう、夜な夜なコウモリの格好をして殺人を行うっていう主人公が出てくる映画があるんですよ。1926年。<laughs> ちなみにそれには、バットシグナルも出てくるんですけど、これはバットマンを呼ぶためのじゃなくて、バットシグナルを照らすことで、ほら、バットが来たぞーってこらがらせるための、あの、シグナルだったんですよね。で、これが、<laughs> っえっと、バットマン。はい。あ、ごめん、バットシグナルって今回、あの、お月様に浮かんでたあの、あれ あれ,ね、あ,れあれです。なるほど、うん。で、あの、バットマンが連載開始する、えー、9年ぐらい前に、その26年版じゃなくて30年代にもまたリメイクがあってるので、あの、まあ、作詞、原作者はこれを見たんじゃないかという説がありますね。なるほど。そっからなんか、 あの、インスパイアしたんじゃないかという説もあります。で、実際その、バットマンがなんでコウモリかっていうのは、小田切さん言った通り、その、連載の半年後くらいに、まずその、あのね、プルースウェイン、ボッチャマが、あの、部屋でくつろいでたら、あの、コウモリが部屋の中に飛んできて、うわコウモリ怖そうだコウモリのコスチュームいいじゃんっつって、コウモリにしようっていう話があるんですよ。 穴に落っこちたら、穴に落っこちて怖い思いをしてるときにコウモリが飛んでたっていうのは違いましたけど、それはだいぶアートです。それはイヤーワンですね。あ、そうなんだ。自分が知ってたイヤーワンなんか。だから、さっき言ってたけど、80年代。だから要するに、今のバットマンのキャラクターイメージを大体作ったのは80年代。 が確立されたのが、まあ70年代後半から80年代ぐらいで、しかも、うん、あの、その後も結構何度も、えー、オリジンの語り直しとかはされているので、えー、実はアメコミヒーローって、別にこれはスパイダーマンでもスーパーマンでもみんな一緒なんですけど、あの、延々やってるから、こう、 5年ごとぐらいに、今や5年ごとぐらいに、調整が入って変わるんですよ。設定とか微妙に。調整そうそ,うそのそのまんま、歳取らせていると、簡単に追い抜いちゃうでしょあの、実際の人間の年齢。<laughs> ああ。ああ、うん。こ,こち亀と同じようなもんだ。そうですね。だから、 バットマンのブルース・ウェインだったら、常に、あの、30代後半から40代前半の間ぐらいの働き盛りぐらいの年にずっとしてないと変だから、うん。<laughs> バットマンのブルース・ウェイン・ボッチャムが見に行った映画の解決ゾロを見に行ったと言いますけど、多分原作のブルース・ボッチャムが見たゾロって、あの、ダグラス・フェアバンクスの 解決じゃなくて日本、放題が帰結ゾロの方だと思うんですよ。そうですね。でも多分このロバート・パティンソン・ボッチャマが見に行ったゾロは絶対にアントニオ・バンデラスのバージョンだと思うんですよね。ですよね。アンソニー・ホップキンスが出てたやつだよね。<laughs> <laughs> そ,そう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 。<laughs> ただ、見に行く映画はゾロじゃなきゃいけないんですよ。あの、なぜかっていうと、そのバ,バットマンみたいな、こう、コスチュームを着た変な人っていうのはミステリー面っていうんですけど、 え要するにミステリー面の原型っていうのは、そのパルプ小説にいる、まあ変な人たちから始まっているので、ド、うんえー、ックサベジとかスパイダーとか、これは映画にもなってるザ・シャドウとか、その辺が、まあ漫画に来てスーパーマン以降のスーパーヒーローになるっていう流れがあるので、うんえー そのさらに先駆である解決ゾロっていうのの映画を見に行くっていうことに象徴的な意味があるんですよね。解決ゾロじゃなくしたのはダークナイトぐらいでしたっけあれ確か。ダークナイトは違うんじゃなかったかなダークナイトは違った。うん、オペラだ。違いましたよね。オペラでしたよね。うん。あれだけあれ、うん。いや、だから、こう、ノーボランはその辺が全然わかってないんですよ。もう超ダサい。<laughs> <laughs> <laughs> 特にライジングはもう超ダサいもうあの、ラストシーンでもう、こいつはセンスが何もないんだっていうのが、こうよく分かった。<laughs> <laughs> うまあ、私は好きなんですがね、<laughs> ノーランス。いや、要するに、そのスーパーヒーローものを撮るセンスっていう意味ですけどね。<laughs> ああのだから、こう別にここは編集して使わないことにしてもいいけど、まあ、あれの。うん ダークライトライジングのラストシーンで、ライジングで出てきた若い警官の正体が最後にわかるじゃないですか。あの、名前を言われるシーンっていうのがあって、で,ねはい、で、あそこでロビンさんって言うでしょ、はい、ダサって。<laughs> で、あの、ロビンっていうのは、倉本さん向けに説明しとくと、あの、まあ、バットマンの助手みたいなキャラクターとして、ロビンっていう男の子をはべらせてるんですよ。バットマンっていうのは。<laughs> は,べね、<laughs> はべらせてる。はべらせてる。その言い方をどうだ <laughs> <laughs> いや、いやでもま、そういう批判も受けてるので、あの、つまり、あ<ー>あのホモセクシャルに見えるみたいな、 ただ、要するに、あの、孤児を引き取って、自分のそのバットマン活動を手伝わせるっていう、あの、ろくでもないやつなわけですよ、あの人は。で、その、引き取って助手をやらせてる男の子が、代々ロビンっていうコードネームを引き継いでて、で、このロビンは今、え、確かもう6人ぐらいいるんですけど、ロビン経験者が。 <laughs> えー、だから別にそのシーンでは、だからそのロビン経験者の名前を呼ぶべきなんですよ。あ,あそっか、ロビンそのものだとおかしいのか、リ <laughs> そ,そう、リチャードさんでもいいし、ティモシーさんでもいいし、ダミアンさんでもいいんですけど、それをロビンって呼ばせるってダサっ <laughs> だって別にそこでロビンって呼んで、ロビン出たって思うのってコミックファンだけで、コミックファンがそれを聞いて、えじゃあ喜ぶかって、えロビンダサっとしか思わないっすああ、いや、まあ、ちょっと、まあこれ、あの、ザ・バットマンから外れちゃうし、まあこんなにわかが言うのも、うん、あれなんですけど、まあ昔ね、うん、あの、ノーラン・バン・バットマンって前のシリーズでねレ、取り上げてレビューしたことがあって、その時に、まあ本当にと、うん、なんだ、まああの時点で、 極限までリアリティを追求した作風の形がノーラン・バン・バットマンだったっていう話はまあ聞いたんですけどそう考えるとほらあのロビンの経験者が何人も何人もいるっていうのは言ってしまえばそれはその何もう何回も何回も設定をこうどんどんリセットしつつ続いてるっていうそのコミックスの非現実的な要素の現れだと思うんでそう考えるとねあのー、名前なんていうの経験者の名前を出すんじゃなくてストレートにロビン っていう名前を出して、ロビンは一人しかいない。ロビンはオンあの世界においてオンリーワンっていう風にするのがリアリ,リ,アリティを追求した表れなのかなって思えなくもないんじゃないって今ふと思ったりはしましたかね。<laughs> いや、だって、それは別に劇中でロビンになるわけではないので、あのー、要は、くすぎ、くすぐりなわけですよ。マニア向けの。ま、<ー>で、マニア向けのくすぐりとしてはダサすぎるっていうだけの話で。<laughs> ああ、そういうことね。はい。 あの、僕がセンスがないっていうのはそういうことですねう、まあ。うん。うん、<laughs> あの、ま、あそうですね。だから、その、ま、あちょっと、あの、ダークナイトの話になっちゃいますけど、あの、あれですね。だから、あの、ゾロって、その、ブルブルース・ウェインがその何か決意をした夜に見たのがそのゾロだったっていうところで、すその、本人の運命を、それが、ちょっと、運命が交差する。 ポイントだったみたいなところの格好よさはなくなっちゃったかもしれませんが、まあ、今回のパティンソン・バッド・ボッチャンは絶対に、えー、アントニオ・バンデラス版のゾロをきっと見てるはずですね。なので、安心です。はい。うん、だから、<で>あの、さっき、その、はい、えっと、描写が足りないって言ったの、その辺で。要するに、はい、ゾロを見に行くシーンとかが入っていないと、要するに、今回のザ・バットマンって、はいえー ファミリーシーンの話が入ってるでしょつまり、その、こう、はい、家の呪いみたいな、うねはい、こう、テーマっていうのが結構重要な要素としてあるのに、はい、両親出てこないし、はい、死ぬシーンもないってどういうことって、はいう。<laughs> そこがね、あの、うん、ふと一回思ったのが、あの、ジョーカーでそれをやったから切ったのかなっていうふうに思いはしたんですけど、ただ、 見終わってから知ったんですけど、この映画って確かジョーカーを受けて作られたんじゃなくて、うん、企画自体を同時進行でやってたっていう話ですから、うんはい、そう考えると確かに不自然ではありますよね。別に話も繋がってるわけじゃないからね。うん。うん、で、テーマ的にも別に関係ないので、あんまり。どうなんだろうな、なんか、映画、今って映画をもうみんな配信で見るじゃないですか。で、はい、配信で見る上に、 あの、ま、YouTube とか見れば、あの、映画の切り抜きとかもあるわけですよ、その、バットマンのね、その、昔のバットマンのこの、こういうシーン、ああいうシーンっていうので。だから、割と、あの、昔と比べて、あの、本当に簡単に自宅にいて、その場でスマホで、昔のバットマンとか見れちゃうので、あの、もう、そこはやんなくていいだろうっていう、ところなんじゃないかなっていうのと、もう一つはその、 多分今の映画って配信されること前提に作ってるので、冒頭でそれやっちゃうとそれもう見たよって言われて、変えられちゃうのが怖いのかなっていうのはありましたね。あ<ー>だから、あのもう、ない方がいい。だってもう知ってるでしょっていう。うーん。で、あのー、まあ、僕ちょっと最近だからこ、最近僕この映画の見方嫌いだなって、たまにちょくちょく皆さんに話してると思うんですけれども、あの今ってその、 映画単体で、の世界観で完結したものではなくて、もうその、外に外に、実はその、コミックではこうだったとか、その後の話でこういう影響出てるとか、前の作品でどうだったとか、実はその制作者はこういう意図があったんだっていうのを、みんな語りたがるじゃないですか。<laughs> そうですね。その、作者は、実はこの、こういう、ほら、だってさ、映画の本編に一切そんな話出てこないのに、実はこのキャラはこうだったんだよって、後で制作者が語って、それをみんながキャッ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 言うじゃないですか。 そうだったんだって言って、<laughs> で、映画の批評とかしてて、そこ,こ、これ、こういうことなかったよねって言ったら、いや、そのせい、そのシーンの裏話は、制作者がこういうこと言ってるんですよっていう話で、なんかバウンド取られちゃったりするじゃないですか。<laughs> っていうことも起きてるので、<laughs> うん、なんで、ここ、この映画自体にはもう、いらないだろうって判断なのかなってちょっと思いました。たぶちょっと、昔の映画の感覚で言うと、小田切さんの言う通りで、絶対これには必要なんですけど、 多分もう,こう、ちょっと時代が変わったのかなっていうのがありました、僕は。確かにかないことに対して。<ん>うん、今回の私みたいに、全く何も知らないで、ポンと見に行きます。うん、バットマン初見ですっていう観客も少ないだろうしね。うん、確かにね。うん いや、でもそで、ね、それは、それで <laughs>、あの、今なんて、要するにグローバルに公開されてるっていうところもあるので、あの、そういう考え方自体も、その、初見を全く切っちゃうっていう考え方自体も、ちょっといびつだな、とは思いますよ。で、ああの僕、あ、すいません。あ、いいですかあ、ちょっと、あ、はい、いいですかはいちょ。初見を切るというよりも、 あの、初見の人でも、もう簡単に情報を得られるっていう状態なので、なくていいだろう。決めたら、初見の人でも、じゃあまあ、どうせ前のやつミリでしょみたいな感覚で作ってるのかなって感じがしたんですよ、僕。まあ、それがいいか悪いかは別として。はい、あの、データベース消費を前提としてるような、まあ、形っていうのは、それこそ作品の独立性みたいなのを考えると、そんなに健康的じゃないかなっていう気はしますよねっていうことですけどね。 映画はいい。それはそれ、そういう言い方してもいいけど、映画は映画で完結させるやと思うんですよね、僕も。で、今回の映画のプロットって、うんうん、要するに詰め込みすぎなので、あの、うん、たお俺見てて、だからさっき全6話のテレビシリーズを総集編したみたいって言ってましたけど、うんうん あその方が自然なんですよ。だから、その、ここでこのシーン入るよね、うん、みたいなのが、全部想定できて、うん、<laughs> あのーうんまあ、ま、ま、6時間から8時間ぐらいのプロットですよね。<laughs> 普通にドラマとして、で、そっちの方が良くねと思いましたね、うん、正直。あなんか、どうなんですよね。それも、実は見こ、考えてもいたんじゃないですか多分。 そう、なんかあったときに、それもできるように、みたいな。うん。はい。そうそうそう。そう、そう思いました。うん、だから、その、なんか、うん、い、一本の映画として考えたときには、なんか、どっちつかずになっていると思うんで、はい、僕は結構みんな絶賛してるけど、はい、映画としては、実は結構歪だなと思ってます。えー、<laughs> そう、全く僕も同じ意見ですね、その、あららら。た <laughs>、だからなんていうか、その、 いや、もういいですもう今の映画、メインの映画ファンは多分これでいいんだと思うんですけど、なんか映画昔から見てるものからするとなんかいいのかなっていう。だから、わかんない。これがもうちょっと考え方が古いのかもしれないけど、なんか映画の作りがもう変わってきちゃったんだなはすごい感じます。これ見てて。お<ー>で、さらにで、今のメインの視聴、 映画を見る人たちにとって、まあこれはもう別に全然正しいものであるんだろうなっていう感じはすごくしましたね。だからもう映画自体がもう変わっちゃってる。だからもう、うん、ティム・バートンのバットマンと比べちゃうと全くそのね、違うものですよね。うん、ティム・バートンのバットマンなんてほもうあれで一つで完結するつもりで作っちゃってるし。はいはいはい。なんかとか時代が変わったなーってことだと思います、これは。 そりゃあね、あ、う、の、ん、スコセッシも、ちょっと不満を漏らすわ、とは思いますよ。<laughs> うん、スコセッシもコッポラもうん、コッポラもスコセッシもね、なんか、クゲームテスと思うけど、なんかもう、なんか言いたいことはわかるよっていう、うん。<laughs> いいか悪いかは別としてね。うん。で、トークンのが言ってた不満点みたいなことは何なんだ まあもっとね、あれなんですけど、だから、なんかリアリティを追求した結果、元のいろんなものが持ってた、そのキャラクター的な、キャラクター化された特徴っていうのがすごく薄れてるなっていうのは思って、例えばキャットウーマンなんか、キャットウーマンとかね、あの、スーツ着てコスチューム、コスチューム着てマスクかぶってキャットウーマンとして出動するけど、 猫には見えねえよなーって、このマスク姿があって、なんかよ、まあ、よく見りゃ、ちょっと猫耳っぽい突起はあるけどっていう。なんか普通のマスク被ってるというか、なんかね、中途半端に目元と口だけ開いてるから、キャットウーマンというよりネズミ小僧に見えるなっていうのがあったり。あと、ペンギンがね、あの、普通のおっさんじゃんっていうのがあったりとか。ちょっと、まあこれはあれなんですけど、自分の中のペンギンのイメージが、あの、バトマンリターンズがベーシックっていうか、スタンダードになってるからっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱ、なんか。え、66年は あ,あ、そっか、66年も出てたか。まあ、でもちょっとバット、うん、でもやっぱリターンズの方が印象として強く残ってるから、なんかリターンズが基準としてあって、うん、一つの基準点としてあって、うん、それと比べるとなんか、うん、普通のおっさんが出まあ顔はそれっぽいけど、でもなんか普通のおっさんが出てきたぞっていう、うん、なんか骨格とかも普通の人間っぽいしっていうのがあったり、あとは、なんといってもバットモービル、うん、バットモービルが、まああの、動いてるシーンはかっこいいんだけど、なんかそれ単体で見ると、うん、特にあの、ね、 今、ちょっと手元にパンフレットがあるんですけど、パンフレットの最後のページに、バトモービルの35分の1スケールのプラモの写真が載ってて。うん、で、それ、それと一緒に、あの、ノーラン版のタンブラーと、ティム・バートン版のバトモービルも一緒に載ってるんですけど、比べると、まあ、地味になってて。<laughs> なんか、うん。まあ、一応スーパーヒーローが乗るビークルとしてさ、って、うん、どうなのっていうな、ま、なんか、マットマックスとかにで出てくるぐらいの、なんかキャラクター化の、 なんか、う、され度合いの薄さっていうか、そういうのがあるからな。うん、な,なんか、やっぱ、ね、とことんまで、ま、なんだろうな。また、その、マーベル、マーベルユニバースっていうのが出てきて、それまでその DC とかがやってた、うん、徹底的にリアリティを追求した作風っていうのが打って変わって、高等向けなものでずっとやってたら、それがなんか、エンドゲームっていうもので、 ものすごい盛り上がりの頂点を見せた後に、それからしばらく経ってジョーカーというものが出てきて、また再びとてつもなくリアリティを追求した作風になりつつあるのかなっていう、うん、その風潮の中で今回バットマンが出てき、出てきてみたら、あまりにもそのリアリティというものの、うん、なんていうの、うん、その、主軸というものに、あの、うんそ、それが重しとなりすぎて、で、今やってるような、うん、えー、キャットウーマンが、キャット、 猫に見えない、ペンギンが普通のおっさん、バッドモービルが地味っていう、なんか、そういうその、うん、あくまでやっぱヒーロー映画としてキャラクターのね、その、キャラ立ちっていうのも必要だとは思うんだけど、そのキャラ立ちの部分がちょっと犠牲になってねっていうのは思ったかなっていう。うん、はい、そこで素人質問よろしいでしょうかはい、うん。はい、はいどうぞ。バッドモービルってあの、車みたいなやつはい。<laughs> そうですね。あの、そこで、わた、うん、あの、違和感覚えたので、ね、見てて、 まあ、私はさっき言ったように、うん、ダークナイトぐらいしか、まともに見てないんだけど、うん、ダークナイトの記憶もまあないんだけど、ずいぶん昔に見たから。うん、でも、うん、バットマンの乗ってる車ってもっとかっこよくなかったっけって思ったの、今日見てて。うん、あれなんか。タンブラーかっこ悪いじゃん。 それは、ディキーさんどう,ど,うどうぞ、どうぞ。はい、続けて、続けて、続けて、はい、はい。いや、なんか私の、私の美的センスでは、うん、あと、あの、記憶では、うん、バットマンが乗ってる車ってもうちょっとかっこよかったし、うん、運転してるシーンとかもなんかもっとかっこよかったと思うんだけどなっていう違和感はあって、うんうん、あとキャットウーマンの話も出てたけど、うん、キャットウーマンっていうキャラがいること自体は知ってたのその、 うん、DC の中に。うん、でも、うん、あ、この人がキャットウーマンだったんだって、やっと分かったのが、今回映画のほんと終盤で。ほうん。うん、うん。あの、あ猫には命がなんぼとかいうセリフが出てきたとこ,こぐらいかな。もうちょっと後だったかもしれない。ほんと終盤ぐらいになって、あ,うん、あ、こいつがキャットウーマンだったんだって <laughs> あ<ー>。<laughs> やっと気づくっていう。 <laughs> まあ、それもね、だから、あの、本当にあんまり見たことない方がそこまで終盤になるまで気づかないっていう結果が、やっぱりこの映画のその、キャラクターのキャラ立ちの薄さ、それがそのなんか、キャラ立ちっていうものがなんかリアリティを追求した結果、犠牲になってるってことの表れなんじゃないかなとは思いますけど。あと、もう一つその点で言うと、今回その、公式のあらすじとか作品紹介とかを見ずに行ったからなんだけど、見てて、うん、 なんかこのバットマンダサくねって思っちゃって、なんか格好悪くねって。そうすかで、そう、家に帰った後に公式見たら、うん、まだ彼がバットマンになって2年目の話なんでしょう、うん、今回。うん。まあ、イヤー2ってことですね。あ、だから、なんか、ダサかったし、アクションシーンでも、うん、ちょいちょい失敗というか、ピンチに陥ってた。うん だって。うん、その自分の中のダークナイト見たとき<え>あ補正されてるとは思うけど、記憶。うん、もっとなんかバットマンってスタイリッシュでかっこよかったつよ強よだったっていう。うん。補正された記憶があるから。あうん。すみません。ちょっと素朴な疑問なんですけど、バットマンがあんまりかっこよくないっていうのは、それはそのアクションシーンとしてのかっこ悪さですかねそれともなんか、何なんか人間としてうんぬんとか、そういう意味でのなんかダサいかっこ悪いっていう意味ですかどっちですか <laughs> 人間として、 かななんか自分の中の、あの、な、なんだろう、ちょっとち、言葉違うかもしれないけど、な、なんか陰脚いというか <laughs>、まあ、この,このブルース、のブルースウェイン、なんか陰脚衰いというか、ううギー、ギークっぽいというか、ナードっぽいから、なんかスタイリッシュじゃねえなあ、それは、それは思いました。うん。うん あ、アクションに関して、うん、アクションに関して言うと、いやまあ、その失敗度合いとか苦戦度合いは、まだこんなもんじゃないかなってっ。だからあの、バットマンバースーパーマンの時も、あの、まあ、スーパーマン相手はまだしも、あの、ね、あの、スーパーマンのおふくろさん救出しに行った時も、まあ、割と反撃食らう時は食らってたしっていうのはあったし、あと、えー、なんだ、ええー、と、 えっと、これ、ティム・バートン・バン・バットマンだとか、バットマン・リターンズだかのどっちかで、気絶してぶっ倒れてるところをマスクなんか剥がされかけるみたいな、そんなシーンもあったような気がするから、まあそういう、なんか、うん、アクションシーンでのダサさは感じなかったけど、確かにっていう、その、なんかその人間的な、その陰キャクさというか、うん、なんかそのキャットウーマンとの接点が生まれた瞬間になんか、いきなりなんかやたらめったらキャットウーマン意識し出すところなんかは、あーっていうふうに思ったりもして、ただそれがやっぱり共感の対象っていうのにも、多少なったりはしたっていうか、うん、なんか、 ヒーローって別にただただかっこいいってだけじゃなくて、ある程度共感するっていうのも、その、好感度のポイントではあるとは思うんで、そういう意味では、このバットマンもありっちゃありかなと。確かに、その、ね、クリスチャンベールのバットマン私めっちゃ好きだったんですけど、あそこにあるような、なんかその、頼れるね、大人、頼れる金持ち感っていうのはなかったけど、違った意味での良さはあったなっていうふうに思いましたかね。アクションシーンも全くその、バットマン知らない人間からすると、はい、なんかこのバットマン失敗多くね、やられるし、 回数多くねって思っちゃって。ただ私がそのバットマン自体をちゃんと見た回数がないから、ほぼ。こ、うん、他の作品でもこんなもんなのかなとか思いつつ。あー まあ、バットマンヒーローと言いつつ、ただの人間ですからね。まあ、こっちは、まあ、にわかとはいえある程度いろんなヒーローを見てきてはいるから、まあ、バットマンならこんなもんかなっていうようなのはあったかもしれないあ<ー> <laughs>。ただ、ちょっとこう、今出てた一連の話で、若干、その、えー、事実認識にズレがあるところがあるので、ちょっと、えー、 リスじゃなくて訂正をいくつかしておきたいんですけど、あの、はい、まずペンギンに関して、今回のペンギンは実は今現行で出ているコミックブックのペンギンに今までで一番近いです。あ、そうなんだ。で、闇書きさんはよくわかると思うんだけど、あの、うん、ティム・バートンのペンギンって、あれ、ただのティム・バートンのキャラクターだから、 ああそうなんですよね、うん<ー>あの。全然原作のペンギン R じゃないので。<laughs> あ、そうなんだ。すみません。ちょっと映画でしかあんまり見たことがなくて言。言ったと思うけど、ティム・バートンのバットマンは、今の言葉で言うと原作レイプです。ああ <laughs>、うん。マジで。<あ>で<も>そう。た,ただ、うん、あの、ティム・バートンの映画がコミックファンから当時、うん、つまり、あの、89年に熱狂的に支持された理由っていうのは、実はすごくあって、 あの、その前にあったのが、アダム・ウエスト版のバットマンじゃないですか。はいはい。で、アダム・ウエスト版のバットマンのイメージっていうのがすごく強い中で、実は、あの、テレビシリーズが終わった後に、こう、まあ、そっちのブ、ドラマのブームが終わっちゃって、コミックスの売り上げも落ちちゃったと。 で、いや、テこ入れをしようって言うんで、デニス・オニールとニール・アラムスっていう新しい、息のいいライターとアーティストを呼んできて、あの、今やってるよう、バットマンの原型になるような、ハードボイルドディティクティブストーリーに路線変更したんですよ、コミックスは。で、成功すると。でも、うん、その後も実は、 映像の方はアニメシリーズとかでは明るく楽しいバットマンをやり続けてたんですよ。うん。んだ,うだから。アニメの声優アダム・ウェストがやってましたからね。<laughs> そ,うそうなんですよ。だから<ー>、コミックスのそのシリアスなバットマン像っていうのが えー、映像では無視されるっていう状況が10年とか20年とか続いてて<おー> <laughs>、えー、こんなの俺たちのバットマンじゃないっていうコミックファンが多かったんですよ。で、うん、そこで,そで、ね、89年版の監督がティム・バートンっていうのが発表された時も、すごいこう、拒絶反応があったわけですよ。だってあの、その前に作ってるのがビートルジュースとかですからね。<laughs> あか。あ<ー> <laughs> またお笑いってことになったわけ。うん、で、主演がマイケル・キートンだし。うん、で、マイケル・キートンも当時はど,どちらかというとコメディ俳優の色がコメディ俳優だったんですよね。うん、で、その、こう、イメージを払拭するために、あの、わざわざサンディエゴコミックコン用に当時撮影してたフッテージを編集して、うん、コミックファン向けの上映会をやったわけですよ。うん、そしたら、 あ、シリアスだ、しかも暗いっていうんで、あの、うん、手のひらが返ったわけですよ。コミックファン、こう、<laughs> 大絶賛っていう状況になって、それは単純に、えー、明るく楽しいアダムウィスト版の延長じゃないものが来たから。うん、<laughs> で、実はティムバートン版のバットマンって原作と全然似てないの。 ああ、なんか、d、ね、原作に比べると、やたらとなんか、なんか、チビだみたいな風な話は d キさん言ってましたね、バットマンに関して。まあ、そういう造形的な。なのおじさんだし、うん、そ,そうそう。あの、俺が一番、あれなんですよ、違和感があるのは、要するに、マイケル・キートンが、プレイボーイなわけないだろうって。 <laughs> 確かにね <laughs> だからブルース・ウェイン状態の時はあのジェームズ・ボンドみたいな人じゃないとおかしいんですよああ<ー>なるほど少なくともプレイボーイを演じておかしくない人じゃないとお,お,おかしくてうん、うん、だからその点ちゃんとしてるのは実はあのバットマンロビンだけなんですよミスター・フリーズ あの、ノーランの三部作も、まあ、まあ、彼は、プレイボーイをやろうと思えばやれるだろうけど、でも、ブルース・ウェインのシーンで、そういう軽いノリの芝居をしないから、あのー、映画の中では。うん、ちょっとわざとらしいといかね、ホテル買うシーンはありましたけどね。<laughs> あとなんかどこぞのなんかバレエ団かなんかの女の子たちクルーザーで丸ごと招待するみたいなシーンはあったんじゃなかったかな要はなんかそのブルースウェイン状態でもダークナイトシリーズって結構暗いシーンの方が多かったんですよね。うん、そうなんですよね。<ー>ジョージ・クルーニーのやってるブルースウェインって結構だからあの健康怪談時なんですよね。<laughs> どのシーンでも。そう、あとスケベそうなんですよ。うん スケベそう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 。<laughs> 一番スケベなのは絶対ジョージ・クルーニーなんです <laughs>。うん。<laughs> で、あとの、要するに僕はあの、あとのブルース・ウェインは全員スケベそうじゃないんですよ、うん。そうそうそう。だから僕はあの、ブルース・ウェインの俳優で一番好きなのはアダム・ウェスクだって僕は何度もいつも言ってるんですけど。おん。 だから、バットマン俳優、要するにバットマンで誰が一番好きかっていうのとは、これは違うレベルなんですよね、うん。はい。<laughs> はい、ああ、なるほどね。誰が一番ブルースウェインに見えるかっていう。そう。あの、で。再現度が高いかという。で、二重性があるから、要するにシークレットオリシークレットアイデンティティなわけだから <laughs> あ<ー>。ああ。で、基本、 あの、ノーランの三部作に関しても、別に差がないじゃん、この人。バットマンやってる時とブルース・ウェインやってる時。ああ、そ <laughs> <laughs> うで、ん、すごめん。今回のロバート・パティンソンは皆さん的にはどうなんですか、うん、ブルース・ウェインっぽかったんですかまず自分は原作を、映画でし、さっ映画でしか触れないんで、うん、原作を踏まえた上でブルース・ウェインっぽいかどうかっていう基準、判断はできないんですけど、ただめっちゃ好きです。うん、はい。<laughs> ブルースウェインとしてもめっちゃ好き、あのー、この人。僕は個人的には好きだけど、その、ブルースウェインには見えない。まだっていう。わかんない。でもほら、ほら今回の映画って、ちょっと後で、後でもうちょっと言おうと思うけど、あの、ファットマン始めて、割と早い段階だから、まだちょっとその辺がうまくできてないのかな、感はあったかな。だから、これから良くなるかもなとは思ってるけど、現段階ではブルースウェインにはそんなに見えなかったかなって感じです。 そのコミックと比べるとね。うん。うん。うん。って感じ。いや、ただ、あの、ただ、今回の、あの、バキンソン君は、スケベそうではあった。わかる。めっちゃわかる。わかる。言葉を選ばずに言えば、 同定集があった。<laughs> そうそうそう。わかるよ。うん、わかるすごく、うん、共感を。同定集は <laughs> 一番強かったですね。で、で、要は、今回の経験を経て、プレイボーイになりそうだから、全然別に今回の映画としてはいいし、うんで、で、うん、あと、今回の映画に関しては、ああいう、その、ジェネレーション X 的なブルース・ウェインの描き方っていうのを、多分、 今回の、あのー、新解釈として入れているので、別にいいんじゃないかと思ったんで。で、かつ、その同定集があるから、うん、要するに、あのー、えー、ノーランのブルースウィンとか、その、セクシャルな匂いがないわけですよ。あのー、うん、女と絡んでても。 だって、ダークライドなんか、要するに、あれ、つまぜり合いやってるはずじゃないですか、本当は。ハーベイと、はい。<laughs> ああ、はいはいはい。お前悔しくないよ、みたいな話なわけで、本当は <laughs> <laughs>、うん。<laughs> で、そういうところが全然ないじゃないですか。まあ、この辺は別に、これはディスじゃなくて、あの、ノーランの作風ってところはあると思うんですけど。 あの、だからちょっと僕、あの、思ったのが、その、ささととくんと、あの、倉本さんのその疑問というか、不満点に関しても僕ちょっと思ってたことがあって、あの、確かに今回って、そのリアリティ追求のためかもわかんないけど、まあ、いろんな、まあ、原作に近づけた結果とかもあると思うんだけど、いろんな理由から、あの、リドラーってリドラーに見えないじゃん うんまあ、で、<laughs> バットモービルもなんかちょっと普通の車になんかエンジンつけたような感じだし、ペンギンもペンギンっぽくないぞっていうのがあるんだけど、うん、あの、まあ、バットモービルに関しては結構、まあ、小田切さんの方が多分詳しいと思いますが、その、結構初期の、本当に原作初期のバットモービルってただの車だったのが、途中からコウモリの顔がついて、どんどん羽がついて、なんかどんどん漁業しくなっていくのね。<laughs> で、あの、バットモービルってそのノーラン版、 で、はあ、ほら、あの、タンブラーで僕の大嫌いなタンブラーがずっと活躍してたけど、<laughs> あの、はいはい、バットモービリーって基本的に世代、その壊れてまた次の次のって言ってどんどん世代交代していくってイメージだから、<ー>なんか、今回始まりの物語ということで、今回はこんな感じなのかなっていう。ね、で、あとほら、リドラーも今回、ほら、あのね、なんか、もの、ただの変質者じゃん、格好が。なんだけど、ほら、おそらく、あの、 刑務所の中で、あのー、おそらくだけど、白塗りっぽいと思うんだあの人きっと顔見えなかったけど。多分顔が真っ白だと思うんだよ、顔色悪いと思うんだよ。あの人と話してるときに、復活してからの方が楽しいよ、みたいなこと言うじゃん。今回、その、バッドモビルに見えない、ジョーカーに見えない、ペンギンに見えない、あの、リドラに見えないっていうのは、なんか時間以降、また変わっていくのかな。今回さ、ほら、マスクの男が最後、ボランティア活動してましたってニュースにもなってるじゃん。はいはい。 だから、ほら、バットマンでよくある、あ、コウモリの格好してる、いいな、僕もやりたいなって言って、みんながコスプレを始めるのかな、っていう。あ、そっか、まだ初めて2年だから、うん、あの、報道でも、バットマンじゃなくて、マスク男ってなってたんだ。うん、そうそうそう。まだ、だからし、市民に認知されてなかったんだ。うん。だこれ以降、あの、ゴッサムシティでコスプレが流行る、流行るわけですよ。で、に、で、うん、あの、リドラーさんも、わみんなかっこいい服着てるな、 僕もかっこいい服が欲しいな。そうだ、ハテナのマークの服を着ようってなるかもしれないなと思ったわけですよ。<laughs> うん。なんで、その始まりの物語としては、そのバットマンがバットマンに見えない、ブルースウェインに見えない、リゾライが何を、全部何を、あ、それっぽく見えないっていうのは、次回以降、か、変わっていくかもなとは僕は思っております。あその観点だって言うなら次回作がちょっと楽しみになりましたね。うんうん、バットマンが、まあブルースウェインどう変わっていくのかって。 うん、キャットウーマンがどうなのかしい、うん。で僕は、だから、から僕は、あの、リドラーには、その、恥ずかしい、ハテナのコスチュームを着てほしいです。あ<ー>あ。ああ、あと、その、キャットウーマンに関しても、あの、実は、今回のキャットウーマンも、うん、あの、その、キャラクター性が薄いっていう指摘を先ほどされましたけど、あの、うん イヤーワンに出てくるキャットウーマンの結構まんまなんだよね。あの、ね、格好とか。で、だから、割と原作準拠で、もともと、こう、ああいう人なんですよ。あの、少なくとも80年代以降のセリーナ・カイルっていうのは、ああいう人で、うん、特にあの、こう、知げられた女性の被護者みたいな、 うん、ああ側面っていうのがあって、どっちかっていうと、今までのキャットウーマン、映画のキャットウーマンが、その辺を全くやっていなさすぎるので。ちなみに、その、たびたび出て、たびたび出てますけど、イヤーワンっていうのは、あの80年代頃にあの出たバットマンのシリーズでしてあの、バットマンがバットマンになって1年目を描いたシリーズなんですよ。なるほど、うん。まあ、結構割と今でも、 バットマンのオリジンを語りときは割と引き合いに出されるぐらい、まあ、今のバットマンのオリジンの基本になっているようなシリーズだと思っていただければ大丈夫です。うん、バットマンイヤーワン。わかりました。あの当社の、ノーラン版のバットマンも最初はイヤーワンの映画かなって最初の頃は言われてたぐらいなので。うん、まあ、そういう作品がある。そ,その、先ほどあのからトバさんが言われている、こう、コミックス、 映画というか、スーパーヒーロー映画としては地味なんじゃないか、みたいなことを言われてたじゃないですか。むし、はい、ろ、あの、コミックファンは、これぞ俺たちが読んでいたバットマンだっていう指示の仕方をしてるんですよ。へえ <laughs>。で、この辺は、ね、結局、要するに、あの、 スーパーヒーローコミックス映画は、実はマーベルとかも同じところがあるんですけど、どういうメディア体験を踏んでるかによって、その、うん、観客側のデコードの仕方が全然違うので、ね。うん。そうですね。だから、同じ作品を見てても、こう、どこと、どこを見ているかっていうユーザーサイドのメディア体験によって、うん うん、実は全然違う作品を見てるっていう側面があって、うん、あの、だからこう、単純にこれはリアルにしてってるんだとか、そういうことは一概に言えないっていう、うん、で、そこが多分面白いとこなんですよ。人によって俺のバットマンは違うと。あ、ごめん。いや、人によって俺のバットマンが違うってことですよね。そうです。 だから同じ映画見てんのに、これこそ俺のバットマンっていう人と、あの、今までにない斬新なバットマンだっていう、ほぼ矛盾した <laughs> 感想が出てきてるわけですよ。シリーズが長いと、なんか5時がシリーズとかもう近いかもね、そういうので言うとね。あ<ー>あ<の>、なるほどね。あのー だからバーサスシ,シリーズとかが好きな人は、えー、2014年版のゴジラが地味に感じるかもしれないし、その後の、あの、キングオブモンスターズがこれこそゴジラだって思うかもしれないけど、昭和見てる人からすると、こんなのゴジラじゃないようになるかもしれないみたいなね。<laughs> そういうことですね。だから、ウルトラマンとかライダーとかガンダムだと、うん、そのも、もの自体が違うものに置き換わってるから、そういうことは起きないんですけど、はい スーパーマンとかバットマンとかスパイダーマンとかゴジラとかだと基本同じものなはずなのに違うキャラクターとか違うコンテンツが当てはめられたときにズレが生じるっていう。うん確かにじゃあバットマンのコミックも僕だから最近のたまにチラチラともいるけどやっぱりそのまあもしかしたら徳川君からするとえ、コミックなのに結構地味って思うところあるかもしれません。 あのだから特にイヤーワンとかね、読んでみると結構地味だったりしますからね。そう考えると、ひょまあ、これもだからこ最初の方にこれ、うん、ひょっとしてヒーロー映画としてかなり危ういところバランスの上に立ってんじゃないかって最初に言ったと思うんですけど、ひょっとしたらそれも原作準拠っていうことだったのかなっていうのがあって、今回リドラ逮捕されるまでマジで表に出てこないじゃないですか <laughs> なんか。うん ここまで暗躍しかしないビランというものが本当に姿を見せずにそのビランが起こした事件だけがポンポンポンと出てきてそれにバットマンとかゴードン本部長が吸ったもんだするのが終盤まで続くっていうのがこれ結構だから同じ暗躍する ヴィランでもこれまでのアメコミ映画だったら、なんだかんだちゃんと姿見せて、なんだかんだこう、その、ヴィランそのものが何かをやらかしてるところが映るはずなのに、ここまで映さないっていうのは、これ斬新だけど、これ、ひょっとしたら危うくねっていうふうに思っていはして、それ、後々語っていこうと思ったんですけど、それもひょっとしたら原作準拠っていうことなのかもしれないですね、うん。 ああ、それは割と原作準拠ですね。あのーあのー、っていうか、あの、今回の映画のプロット的には、えー、ロングハロウィーンっていう、まあ、全12冊のシリーズと、こう、ダークビクトリーっていう、これも全12冊のシリーズの2つの、こう、作品、まあ、2部作の作品があって、 同じチームで作ってる。うん、この辺が割と重要な、そのプロット上のソースになってるんですけど、この二部作のテーマっていうのは、やっぱりそのバットマンの初期、キャリアの初期を舞台にしていて、うん、あのむしろその悪役側の世代交代を書いてるんですよ。つ,うん、つまり、つまり今回、実はメインビランってどっちかっていうと、あの、リドラーだけど、 リドラーじゃなくてファルコーネじゃないですか。あはいはい、そうですね、はい。はい。要するに、ですね、そう。うん、マフィアの時代っていうのがあって、そっから、要するに、スーパーヴィランの時代に移る。あの、ジョーカーとか、リドラーとか、トゥーフェイスとか、頭のおかしい人ばっかり調量ばっこして、あの、マフィアとか、あの、形見が狭くなる時代に移る。 っていう、その時代の転換点を書くっていうのが、まあ、その二部作のコンセプトだったんですけど、うん、で、今回の映画の内容って結構それでしょですね、はい。だから、その、まず、どっちかというと、ギャングの方が重要なわけですよ、そういう意味では。うん。ギャングとか、こう、麻薬売ってる人の方が重要で、で、うん、ペンギンも、この時点では、 その使いっぱだっていう、その意味でも2年目っていう時代、時期設定が重要になってて。なるほど。だから、ヴィランもヒーローもまだその原色になってない。だからあんなにこう映像も暗いっていう。<laughs> 実あの、コミックの出版の歴史的に考えても、うん、あの、初期のスーパーマンの第一話って戦う相手ってただのギャングだったりしますし、ただの人殺しだったりしますし、あの、<ー>そっからその、毎回毎回そのいろんな敵と戦うとどんどん強い奴がいた方がいいよねっ、つって、あの、ウルトラヒューマナイトとか、レックス・ルーサーとか、どんどん、その、おかしいしその、ちょっと、普通の犯罪者じゃないスーパーヴィランがどんどん出てくるっていうのがあるから、か確かにコミックの歴史の中でも、 どうせはもっとあったんだけど <laughs>。まあ、そうそう、そんな感じで、その、あの、普通のギャングと戦ってたのが、その、天才科学者になり、天才科学者からその、やばい超能力者になり、超能力者から宇宙人になっていき、みたいな。うん。のもあるから、確かにそのコミック、初期のバットマンのね。うん。その、歴史の転換点を描いてるっていうのもあるし、あの、バットマンがさっき連載してたっていう雑誌もディティクティブコミックっていうんですよね。だ探偵漫画っていう雑誌に載ってた漫画なんですよ、これは。 はい,はいはいはい。だから、うん、バットマンって、その別名で、世界一の探偵っていう、探偵漫画としての側面もあるんですよ、バットマンって実は。へえ<ー>。探偵漫画雑誌に載ってたのもあるから、その犯人がなかなか出てこなくて、それを追い詰めるっていうのは、まさに探偵漫画ですよね、っていう。確かにね。うん。のが思って、今回ちょっと、あ、面白いなと思いました、僕は、それは。うん。ただ、まあ、そういう意味で言うと、うん、まあ、あの、はい、今回のザ・バットマンは、は うん、まあ、そこもだから、こう、若いからっていう言い訳は立つんだけど、お前結構探偵として無能じゃねみたいなところが結構あって、うん。無能。え、あの URL の下りとか <laughs> あ<ー>。ああ。ああ。 あ、<や>僕つ僕そこはなんか相変わらずだからやっぱりそうそうは言ってもコミックだなと思ったところで、あの昔のほら六十六年のバットマンですらなんかあのロイドローンのアホみたいなあの画像画像をどういうことだ赤い人ロシア人だみたいなよくわからないなってちょっとそこ真面目に考えて悩んでるのがあって、そこは変わんねえなと僕は思ってちょっとほがらかな気持ちになっちゃいましたけどね。いやそれこそね。 ペン、ペンギンにやり込められてんじゃねえよ、お前らっていう。<laughs> いや、でもやっぱほら、ペンギンはやっぱほら、その、その、ヴィランとしてはまだペンギンもまだ完成してないかもだけど、ギャングとしては結構その、下っ端だけど、それなりの経験積んでそうなので、やっぱ、おじさんに若者がやり込められてるって感じで、ちょっと面白かったですね。<あー S 1> <laughs> ペンギンはなんでペンギンって名前なんですかなんか意味があるんですかいや、要するに、あの、見た目がペンギンに似てるんで、いじめられてたっていう、 程度の話なので。あのあなんかな、なんか人間とペンギンのハーフとか、ペンギンの遺伝子で改造人間とかそういうことではないんですね。全然関係ないです。えっとね、<laughs> あの、これに関して原作初期のペンギンの絵を見てもらいたいんですけど、その、太ってて、あの、黒いタキシード着てるおじさんが、ペンギンっぽく見えるよねっていうデザイン上のところから着てるっぽいんですよね。 あ、あなるほど。ほどあの、な,なんかその、ちょっと原作初期のペンギンって確かにタキシード来たただのおっさんなんだけど、でも確かにちょっとペンギンっぽいとシルエットがっていう。うんで、なんかそっから時代が減るにつれてリアリティとかの問題もあるのかもしれないけど、どんどん普通の、その、ペンギンという名前のキャラクターだけが、その、キャラが独立してって、その、デザインのシルエットがペンギンに見えなくても良くなってった感はありますよね。なんか、ん <laughs> 見てると。 だからむしろそのペンギンを手下に使うみたいなのは、あの、アダム・ウェスト版で初めて <laughs> 出てきたあたりなので、うん、超能力があるとかいう人ではもともとないんですよ。ただのおじさん。ですね。ただのおじさん。で、まあ、そのなんかビラン周りのことで言うとさっき、まあ、ちょっと話が戻るんですけど,ど、メインビランは確かにリドラーでもあるけど、ファルコーネもメインビランだよねっていう話があって、なんかね、うん、その、 やっぱりファルコーネがいろいろなことをやらかして、それで、そのなんていうんだろうな、ファルコーネの手が本当にゴッサムのいろんな市長だったり、警察の偉いさんだったり、地方検事だったりに張り巡らされてることによって、この映画のゴッサムシーってろくでもない環境になってると思うんですけど、なんか、そのゴッサムをろくでもない環境にした元凶である権力者だ 権力者たちを殺していってるのがリドラーってことで、なんか、まあ、よ、さっきも言った、よくバットマンってジョーカーとなんか似たような、裏、裏、表裏一体みたいな話か、感じにされるっていう風なのがありましたけど、今回見ると本当なんか、バットマンとリドラーもって、やってることそんなに変わるかねみたいな風にも思って、だから、最初の方にも言ったら結局、ど、誰が善で誰が悪よって思ったっていうのはそういうところで、なんか今回ね、一歩間違えいれリドラーも結構ヒーローとして、 受け取れか、受け取ることもできかねないようなことになってるというのがね、すごくなんか自分の中を不安定にするような作風になってて、なんかバトマンってつくづく見る人を不安定にする映画なんだなっていうのはね、ちょっと思ったりはしたかなって。あ、でも、それはむしろ、今回の新規軸だと思いますね。つまり、あの、えー、これまでの、 映画だとちょっともうちょっと違う部分もありますけど、あのー、少なくともコミックスのバットマンって、まず、精神力が鋼のような人なんですよ。で、あの人のスーパーパワーって何かっていうと、とにかく、どういう状況にあっても動じないみたいなところで、うん、今回のバットマンみたいに、俺はもうダメだみたいな感じにはならないんですよ。 はあはあ、で、そこが、僕は今回の一番新しいとこだと実は思っていて、要するにあの、うん、リドラーとその信奉者って、あのこれはいろんな人がもうすでに言ってることなんですけど、キューアノンとかアノニマスじゃないですか、あれ。うん、うんうん だから、こう、要するに、知識マウント合戦してるわけですよ。その、ファルコーネさんとかも含めて、誰がその裏の裏まで知ってるのか、っていう、まあ、マウントの取り合いをずっと終盤までしていて、で、最後の最後で、だから、その、 水害が起こって以降の展開っていうのが、だからある意味で感動を呼ぶわけで。知識マウント同士の戦いだったのが、あそこに来てついに実力講師の戦いになってますよね。実力講師っていうか、要するにその、ちゃんと、ちゃんと手を取れるかどうかっていうレベルになって、ああ、無化されるじゃないですか。そう、そうなると、その、マウントの取り合いが。 まあ、そこだよな、と思うんですけどね。まあ、その、水害が起こって以降の話っていうのが、まあ、さっき言ったアノニマスがどうのこうのっていう話もある、があるんですけど、まあ、ちょっと、すごく、ね、あの、敏感な話題に、ちょっと触れつつ話さざるを得ないんですけど、ほら、うん、今さ、今ほら、ね、あの、ロシアにアノニマスがサイバー攻撃してどうのこうのっていうのを、我々はツイッターで見て、うん、おおやってくれたな、いいぞいいぞってなるわけじゃないですか。なんか、それと似たようなことが今回の映画のリドラーにあって、だから、 同じ悪であってもさらに立刀の悪いことに金も権力も持っててとてつもなくどでかいことをやるやつを、まあ社会的に見りゃ悪ではあるんだろうけど、同じ悪でもあっても我々に非常に近い立場の奴らが、えー、その、 悪でありながらさらに立ちの悪いことに金も権力も持っている。そんな奴らに天地を下してくれる。うん、それどころか、一歩間違えりはほら、あの映画の最後に出てくるリドラーたちって、そのリドラー一人に、をフォローして、その元に集まっていった、まあ、言ってみれば、権力も金も持てない弱者たちなわけで。だから、うん、一歩間違えりだから強者、それまで社会的に強者だった奴らに対して、弱者が牙を向く、その場面を、うん、えー、なんだ。 お膳立てしてくれたリドラっていうのは恐ろしいっていう、そういうなんか描き方もされてるようなのがあって、ただ、恐ろしいと思いながらも、そのね、もう、悪と悪の潰し合いの場面をもう、こっちはスクリーンの前でなんか、広告とした表情で見てもいるっていうのもあって、なんかすごく、うん、いろんな意味で怖い映画だなっていうのはね、思いましたかね。なんか。なんか、現代的だよね。なんか、まあ、現代の、 悪の形っていうのは、その、昔の映画とかだとよくね、その、悪ってもう本当に悪い奴じゃん。うん、悪い奴が悪いことを考えて悪いことをするっていうのは、つ、うん、いあの、わかりやすい悪役だったんだけども、あの、今ってもうこういう世の中だとほら、ネットってさ、もう、意見が違うとそれが悪に見えるじゃん。うん。相手の。で、そこでそいつに人が集まっているとなんでだって思うじゃん。うん。うん っていう、なんかその、現代的なその、善悪の、もう、善悪ってそういうふうに区分で区別できないよねっていう。うん、もう見る立場によって変わるよねっていうところを描いてるから、僕は結構その辺は本当によくやってくれたと思います、ちゃんと。いや、嫌だったんだよ、なんかあの、うん。映画とかでもなんかほら、まあまあ、なんか、敵をぶっ殺してスカッとするぜっていう映画、僕、やっぱ本当最近ちょっと苦手になってきててて。あらあら。こういうご時世だから。ブルースも、ほら、 親が実は結構その悪いことしてたこともあるっていうのを、なんか、自分もなんか悪い、親も悪いことしてたかもしれない。自分の、自分の仲間、味方、自分サイドだと思ってた人も実は悪いことしてたかもしれないっていうことも描いてるし、さらにその、それを、じゃああいつは極悪人だったのかじゃなくて、違うという、魔が差しただけっていう、その誰でも悪になり得るんだよってところを描いてるのは僕、今の時代に本当に必要だと思う。うん。そしてほら、決めつけちゃうじゃん、今世の中で。ツイッターと、 自分と意見が違うと、これ全然悪なんだっていう。うん、違うんだよ。人間、誰でも悪になり得るし、正義にもなり得るんだよっていう。実は正義と悪って実はすごく不確かなもので、うん、誰でもなり得る。魔が差せば誰でもなり得るっていうところを描いたのは本当に今必要なものだと思うので、うん、僕はすごく、そこはすごい好きです。 はい。まあ、その、さっきリーキさんが言ってたも、このご時世だからこそ、よりその敵を倒してスカッとしておしまいっていうのが苦手になったっていう話で、自分はむしろこういう、そういうのにどんどんなりつつあるから、だから映画見てるうちはっていうので、その敵を倒してしまいっていうのを常に見続けてるような人間だったんですけど、今回のを見せられたことによって、いや、そんな単純なものじゃねえんだよっていうのを突きつけられたような、そういう怖さもあったし、あと多分同じ状況になったとしたら、リドラーが本当に現れて、 で、同じようにその一つの場所に本来我々の手の届かないような位置にいる金も権力も持った奴らが寿司詰めになって、うんうん、で、そんな奴らを目の前に差し出されて銃を渡されて、はいどうぞってされたら、あ、俺多分ぶっ放してるなっていう風なのを自覚させられたっていう、そこの怖さっていうのがあると同時に、その、 リドラたちの総攻撃が始まって、うん、その始まって地獄絵図になってる中を天井突き破って爆炎の中ガ,ガラスの破片と一緒に降り注いでくるバットマンが出てきた時の、そのやっぱり、なんというかやっぱりヒーローが出てきた時の安心感っていうのはいいもんだなって再確認させてくれるっていうのも良かったし、うん、ただその一方でヒーローが、バットマンというヒーローが出てきたってことは、その、<laughs> 何直前まで自分が良しとしてたそのリドラたちによる強者への反撃っていうものを終わらせに来たってことで、それに対して喜んでるお前って何だよっていうなんか自己矛盾みたいなそういったものもあって、なんか、だから最初に言った本当にすごく、なんか終わった後もすごく不安定にさせられる映画っていうのはそういうところっていうか、だから、やっぱバトマンって怖い映画になり、なりかねないなっていうのを思いましたねあ。あの、いや、僕そこで、あの、ちょっと最近のヒーロー映画でもずっと気になってた部分を、 今回解消してくれて、僕は、まあ、それぞれ人はそれぞれはいい意見はあるし、うん、それぞれになんかその、いい、言いたいことあるし、それぞれがそのサイドから見れば正義だし、相手は悪だし、あのー、誰でも悪になり得るっていうことはあると思うんだけど、うん、だとしても僕は人殺しは良くないと思ってるのよ。まあ。といろんな理由があるけど、うん、絶対人を殺しちゃいけないと思ってるのね。 で、僕最近のヒーロー映画ですごくず、すっごく僕気になってたのが、あのー、みんな人殺すじゃん。ワンダーウーマンもジャスティスリーグでなんか普通にテロリストとはいえ殺してたし、殺すじゃん、みんな。バットマンもね、うん、人殺すじゃん。あれが嫌で、うん、あ、ごめん。でも絶対市民何人か巻き込まれて死んでると思うんだけど、この映画ね。ただ、うん、今回バットマンは、ヴィランを殺さないでしょ。その、そね、意図して殺そうとはしないでしょ。はい、うん。 だから、あの場でバットマンが正義足り得るのは、その、リドラーも正義かもしれないし、あの、バットマンみんな正義かもしれないけど、リドラーでも人を殺したよねっていう。うん、で、うん、あいつら今、たとえそいつが、あいつらがクソの人集まりだとしても殺そうとしてるじゃん。うん、殺すのを止めに来てるじゃん、バットマン今回。うん、だから、あの、 どんな状況であっても人を殺すのを止めようとするっていうのが普遍的な正義だ。だか人が殺されそうになるのを守ろうとするっていうのはやっぱ普遍的な正義だと思うんですよ。うん。まあ、相手がどんな悪人でも。うん。うん、だから、あの、あのし、<お>あ、だからそう、うんね。だから、あのシーンでバットマンが正義に見えるんだろうなと僕は思います。うん、宝田明さんたちも言ってたじゃない、宝田明さんと星由里子も言ってたじゃないですか。<laughs> 悪役、悪あ、悪い人にだって生きる権利はあるはずですって。<laughs> うん。 逆に、あの初心者勢の私から見ると、バットマンが誰も殺さなかったことに、ある意味びっくりしたというか、違和感があった。あ、殺さないんだって。殺さないで怖は、いや、それは、あその要するに、バットマンの、こう、うん、バットマンが、えー、バットマンの根本的な動機が何かってことですよ。うん、つまり、両親が殺されて、うん 理不尽に殺されたことに対して、ああいう行動をするようになっているので、基本人は殺してはいけないっていう立場に立ってるわけですよ。うん、ああ、そうなんですね。 そう。だから、だから,だからその辺の描写がないのはおかしいんだよ。まあ、まあその、自分はバットマンに関しては、不殺を基本的には貫いてる人っていうのは一応は知ってて、だから逆にそのね、バトン、バサ、スーパーマンとかで殺しにかかってる時見ると、あ今回殺すんだって、だから、ダークナイトの時ですら、あのジョーカーですら、最後は助けたじゃないですか。だから、それは一応不殺主義なのは知ってましたけど、ただ、あのね、ペンギンとかのところに行って普通に会話して情報提供を求めたりするっていうのはちょっと驚きはしましたか、ね ね。なんか、あの、殺さないにしても、バトマンってヒーローの中では一番、その、ミラーに対して厳しい人だとは思ってたんで。だからそこで、あ、なんか、情報交換みたいなことをするような関係性のやつ、だ、なんだ、みたいな、うん。そういうのはちょっと驚きはしましたし。これペンギンってそういうやつよ。あ、そう,なそういう立ち位置よ、ペンギンって。へで、まあ、その、まあ、ちょっと話が戻って、さっき DK さんが言った普遍的な正義に関してのことでね。うん、まあ確かに、殺すのは良くないっていう。 一番そのね、殺されようとしてる人を助けるとてそれが普遍的な正義っていうのはわかるんだけど、あまりにももう悪の度合いが過ぎて、ただそいつが悪いだけじゃなくて、それ、そいつがさらに長生きした結果、金も権力も持った結果がこのゴッサムだと思うんですよ。だから、その普遍的な正義をずっとね、 貫き通し続けたのがこのゴッサムかなって考えると、だから、ね、もうなんかバットマンの不正義では救えないところまで来てしまったところにリドラーというものがそれを浄化するためにやってきたのかなっていうような感じもして、なんかそこで思い出したのが、あの、デスノートのね、実写映画のに2作目での最終最後でヤガミライトがね、あの、自分の父親である警察官に向かって言うんですよ。もう法律では救えないところまで来てるんだよって叫ぶシーンがあって、それをちょっと思い出したりとかもして、だから、なんか、 もう、なんかね、ここであれこれね、こうなんじゃないかで結末を出せる話でもないんですけど、なんかもう、それは確かに人を殺すのは良くない。人を殺されようとしてる人を助けるのは良きことではあると思うんだけど、それが回りま、回ったら、こんな、ね、もう、お先真っ暗な街が出来上がってしまうんじゃないかなっていうので、なんかもう。 どうしましょうっていう <laughs>。いや、それは、だから、あの、まずリドラーを、そういう類の正義として見ちゃうのがちょっとおかしくて、それは最初の方に言っていた、あの人たちはそもそも、えー、それこそもっと上の方で金も権力も持っている人たちに踊らされているだけなのかもしれないっていう、示唆をしてるんですよ。 ほう。あ、その、さっき言った、えー、エドワード・ニグマっていう名前じゃなくて、本当にリドラのなんか,からないとか。あ<ー>あ。で、もっと言っちゃうと、あの襲撃のシーンっていうのは明らかに、その、ホワイトハウス襲撃を踏まえて書かれてるわけだから。ホワイトハウス襲撃あのト、トランプが号令かけて、なだれ込んだやつね。ああ。 で、要は、こう、彼らは自分こそ、その陰謀が分かってると思ってやっているんだけど、うん、踊らされてる可能性をかけれも考えてないわけでしょ、うん で、今回のバットマンが割とこう、今までのバットマンに比べると、はるかに頑固じゃなくて、なんかガタガタしているのに、むしろそこがいいっていうのはそこで、つまり自制するわけじゃないですか。うん、あの、ブルース・ボッチャンは割と開幕の時点では、あの、俺が一番わかってると思ってるわけですよ。明らかに。うんうん、その街の腐敗とかについても。うんうん でも、そうじゃないっていうことをどんどんこう、思い知らされていくわけじゃないですか。はいはい。で、思い知っていった結果、あ、俺分かってない方なんだって思うって。で、一方で、リドラーはずーっと自分だけが分かってると思ってるけど、うんでも最後の最後にそれこそ、ジョーカーとの対話で、そこを相対化されちゃって、だからあの人は慌てるわけじゃないですか。 で、しかも彼が本当にその情報をどっから得てたのかみたいなのもあるわけだから。うん。それ考えると、その、ジョーカーが、あ、ジョーカーじゃない、リドラーがヒーローっていう見方をしちゃうのは、ちょっと多分、あの映画全体の構造の中ではやっぱりちょっと問題があって。うん,うん。で、彼らはやっぱり踊らされてる人の象徴なんですよ。なるほどね。 だからそういう意味では、その、やっぱり今回の映画って、すごく時代性が強いものだと思って見ないと、問題はあると思う。うん。うんなんか倉本さんは初めてね、ちゃんとバットマンをきちんとガッシリ見たのに、なんかすごいものを見てしまいましたね。あ、でもぶっちゃけ、アホの子みたいな言い方をすると、うん、本当に、<laughs> あの、 話をせ、話を整理して、設定とかを整理して、ついていくのにやってただから、皆さんのように深い見方はできなかったの。<laughs> いやでもほら、それこそ配信時代からさ、配信なんて多分何度も何度も見てねってことだと思うんだよね。うん。<laughs> ただ、その、SNS で呼びかけして、先導して、襲撃させるっていうのは非常に現代的だなって。 やっぱり見て、うん、そこは見てて思った、うん。まあ、だから、確かにそれは思いましたし、なんかね、そこがなんか、今回ほら、リドラーがリドラーに見えないって話があって、まあ、それがね、確かに、あの、キャラクター化されてないけど、なんか、リドラーに関しては新たなキャラ付けされて、なんか、これもこれでなんか、一つのキャラ付けというか、キャラ立ちなのかなっていうのは思いましたね。<laughs> SNS 駆使してっていう <laughs>。そうだね。 あとはあの、細かいところなんですけど、その、バッ、バトマンがいろんな真実を知っていく中で、自分の父親もいろいろやらかしてたっていう真実を、知って、うん、で、そのことについて詳しく語られるのが、うん、アルフレッドが入院してる病室だったじゃないですか。うん、それ見て、ちょっと不安になりました。あの、ジョーカーをね、前に見てるんで。<laughs> あーって、これ、あ、あれ大丈夫って。えー、ほら、ジョーカーであったじゃないですか。自分の母親を病室で殺すシーンが。<laughs> で、 一番そのなんか、バットマンにとってやばい真実、うん、自分のね、絶対的な全、全だと思ってた自分の父親もかつてやらかしてたっていう真実を明かされるシーンなわけで、うん、なんか、おいおいおい、大丈夫かっていうのはね、ちょっとなんか、いや、さすがに大丈夫だろうっていうのはありましたけど、ちょっと怖くはありましたね、あそこで。うん、もしもなんか、まかり間違ってバットマンがね、アルフレッド手にかけちゃったら怖いぞっていうのはね、ビビりはしました。多分暴動が起きるね、それ。 それぐらいあり得ないことだってのは分かってるんですけど、うんあ、前例があったし、ちょっとそれを思い起こさせるような病室で、えー、その主人公とその主人公の保護者的な人物が相対してるってわけだから、うん、怖いなーって、うんうん。いや、ただその辺は、あのー、若いコミックファンの、まあ、友達というか知り合いみたいな子たちがその辺で言ってるのは、あのー、 今回のバットマンはあの、あのジョーカーへのちゃんとした返答だみたいなことは言ってて、まあそういう見方もできるかなと思いました。まあ同じようなのを,たを見せておいて違う結末を出してっていう、それで返答ってことかな。っていうかまあ、あれっていう、それこそ先導すること、 みたいなものを正当化して終わっちゃうじゃないですか。俺あの映画嫌いなんですけど。嫌いなんだ。あれ,あれ。少なくとも褒められすぎだと思ってますね。あらら。あのー、要は、ああいう賛否両論を呼ぶだろうことを制作者側が、あのー、計算して作ってるんで、あの映画。うーん。 で、少なくとも、その、先導すること、されることっていうことに関する、その、善悪の基準みたいなものを投げっぱなしで終わるわけですよ。うんで、その投げっぱなしで終わっていいのみたいなのは、チューブラリンな問題提起として残って、で、それに対してどう答えるか、みたいな、 ことをちゃんとやった A 型みたいなことを言ってる子はいて、まあ、そういうのはあるかもしれないと思いました。まあ、とわくんはさそこで不安になったのかもしれないけど、同じような状況で、そういう選択をしないからこそ、うん、ブルース・ボッチャーマはヒーロー足りえるんじゃないのかなと。そこがヒーローとヴィランの違いなのかなという、同じような状況かもしれない。でも、行動が違うんですよ。うん。確かにね。っていうのかなっていう。うん。うん だから、その、ヒーロー映画として、なんか危ういんじゃないかって言うけど、いや、むしろこれが今のゲヒーロー映画だろうっていう。その<ー>現代においてもヒーロー映画だからって言って、あの、マッチョマンが悪役をボーンとぶっ殺して、気分がいいぜっていうのは、なんかもう<ー>そ、そんな、そんなマイケル・ベイみたいな映画は、もう今のヒーロー映画としては何も良くないんじゃないかなと僕は思うわけです。こういう時代だからね、はい、その、はい、現実と、やっぱ現実とさ、あの、 フィクション違うって言うけど、僕は絶対フィクションからの影響はあると思うんだよね。うん。その、なんかやっぱ、こうだったらいいなって考えちゃうじゃん、どうしても。うん。こういうふうに、正義と悪が分かりやすければいいなっていう。うでもうなんか今、それでいろんな問題が起きてる時代だから、今分かりやすくすぎるものを作りすぎるのは僕はどうかなと思うので。なるほど。じゃあ一つしょうもない質問を。はい。はい。 リトラーはなんであんなにあっさり捕まったんですかああ、そうだな、確かに。なんか脱獄できる手はずがあるような感じもしなかったな。とか、な、なんでカフェテリアでのんびりなんか頼んでんのなんでちょとっとその場から逃走しなかったのあ,あ,れあでもそれはあれじゃないですか。自分の手はずだとあの後自分の,の信奉者たちがゴッサブの権力者たちを皆殺しにするから、だからもう無法地帯になっていつでも出てこれるってことなんじゃないですかね。いやあ、そういう三、三段。 いや、<分>そういうことじゃなくて、単純にあれは、あのー、ブルース・ウェインと直接対話をしたかったからでしょう。だから自分は別にもうどうでもいいわけですよ、あ,<ー>あの人基本的に。ああ,あ、そういうことか。で、要するにブルースを、あの、バットマンじゃなくて、あの、えー、正体知ってんのかと思って、 途中まで思ってたんだけど、どうも正体知ってるかどうか、いまいち描写上は分かんない感じなので、バットマンとではなく、ブルース・ウェインを精神的に追い詰めてこう嘲笑、直接、嘲笑するっていうのが、どうやらあ,あのリドラーの主目的みたいなので、それだと、捕まんないとちゃんと会えないじゃないですか、バットマンであるとか、ブルースとかに。 うん、ああ、ありがとうございます。疑問が解決しました。<laughs> まあでも、あのね、捕まったリドラーの描写で言うとね、あまあ、あの、まあさっきも言ったように、その見方はちょっとどうなのって言われちゃったことではあるけど、映画見てる本、うん、時は、特にあの、ね、どんどん捕まってる奴らが実はね、あの、ファルコーネと繋がってて、うん、なんか麻薬、麻薬密売に加担してるとか、裏金もらってるとか、そういうのがあってっていうので、なんか、うん、どんどん自分の中でリドラーの株が上がってる中で、その、バットマンと初めて、その、なんか、 あれ、刑務所か留置所かわかんないけど、そこで相対するシーンで、結構なんか取り乱すシーンがあったわけで、リドラーにか。なんかそこ見てなんかちょっと、おーいってなんか,か、うん,なんか、なんかけ、なんかけ、なん,なんて言うんだろうな、ここまで株が上がってたやつがこんなちょっとなんか無様な描き方されるんかいっていうツッコミはちょっとあったりはしたかなって、なんか、どこまで行ってもなんか、なんだろうな、なんか、ヴィランもなんかね、自分株が上がってくるとどんどんなんか、もっと、もっとこうカリスマ、 性を持たせてくれよみたいな願望が上がってくるっていうか、なんか株が下がればどこまでも無様に描いて欲しくはあるんだけどっていうので、なんかそこでちょっとね、なんかここまで株上げときながらこんなになんかリドラーの無様なとこ見せちゃうのっていうそこの違和感はね、多少はありましたかね、あのシーンで、うん、それが人間らしさじゃないですかね、うん。うん えっと、あと何か言おうことしたことあったかな。あ,<ー>あと、あれだあ 1>、1個ね、一個あったのが、あのね、ファルコーネっていう大物がいると同時に、マローネっていう大物も出てくるじゃないですか。うん、なんか途中でよくごっちゃになりました。あ、あれ、えっと、ファルコーネはどっちで、マローネがどっちでっていうのがね、ちょっとごっちゃになることありましたね。ああ,あ,あそれはね、ほら、イタリアっぽい名前だから、はうん、外国人からすると、佐々木さんと佐藤さんも似たようなもんっていうのと<ー>同時だと思えばいいよ。 麻薬 <laughs> のモットーめとかも、もっとちゃんとこう配役して出てこないと、あのプロットはお,おかしいんだけど、とにかく、描写が足んないよ、あの映画。<laughs> 描写が足りないからこそ、素人の私は整理が大変だったんです。うん、まあ、さ、さっきも言ったように、ほら、あの、ジョーカーの登場シーンがカットされたっていう話もあるぐらいだから、ひょっとしたらね、あの、ザックスナイガーばりにカットシーン多かったのかもしんないですよ。ひょっとしたら、アルティメットエディションなんてもんが配信で出るかもしんない。<laughs> いや、でも、多分あの、両親とかキャスティング、多分してないだろうから、あさ<あ>ただ、その、配信でちゃんと見ようっていう観点で言うと、確かに、見終わった後に、前の他の、その監督の作品だったらどう描かれてたのちょっと帰ったら見たいな、っていう気持ちにはなったから、うん、そ,うそういう意味での、マーケティング、うん、マーケティングとしては、成功なんじゃない うん、そうですね。まあ今、アマプラでね、歴代バットマンほぼ全部見れるようになってますからね、うん、また無料で。そうそうそう。ね、配信されてるなと思いましたね、うん。いや、私あんまりこういうシリーズもので、うん、前の作品どうだったか見、うん、ちょっと見,見返そうかなっていう感じあまり湧かない人なんだけど、うん、今回、見終わってすぐに、うん、他のバットマンどうなんだろう、見、見たいって、すごく思ったら。 じゃあまずアダム・ウェスト版から行ってみようよ。はい。いや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 。どうなんだ、それは。いや、ビギンズの方がとっつきやすいでしょうまあ、あと、こう、まあ、キャットウーマンが出てる映画をみんな見てみるとかね。ああ、キャットウーマン。やっぱリターンですか リターンズとライジング、うん。リターンズとライジング見て、いかに全然違うかっていう。リターンズ見るとペンギンもどれだけ違ったかっていうのもわかる、わかるでしょうしね。<laughs> あとなん言ってもフォーエバーか。リドラーの違いがわかる。あれはなんかでもリドラーというか、ジムキャリーがジムキャリーとして、ジムキャリーが、ジムキャリーがリドラーの格好してるっていうふに見えちゃって、どうしてもなんか。もう、で、あのあたりの俳優さんはしょうがないと思いますけどね。<laughs> ジムキャリーしかり、トミー・リージョンズしかり、うん、シュアちゃんしかり。うん まあ、あと、だから、もう一言だけ言っとくと、別に、だから、例えば僕が言ってる僕の見方が正解じゃないってことですね。さっきも言いましたけど、なんか、そうですね。結局、いろんな見方ができちゃうところが、今の、特にスーパーヒーロー映画の、まあ、面白いところなので、なんか、こう、 こういう順番で見なきゃとかこういう解釈ができないやつは薄いとかああのそういうことを言うやつはみんなバカなのであのそういう話は聞かないようにしましょう。僕もこのレビューやってて何度も何度も言ってますけどその映画の見方に正解なくてそれぞれの人に正解があるのでその、まあ、知識を得るのもいいですけど、まあ、自分の人生と照らし合わせて見てね あのー、たぶん、また、いろんなことを経験するような見方も変わるので、その時その時で、その、楽しめばいいと思います。その、ん何なんないちょ,ちょっと、はいょ、すみません。一先ちょっと確認したかったんですけど、あの、皆さん字幕版見ら,、はい、見られました吹き替えで見られました字幕で見ました。字幕でまあ、自分は吹き替え派だったんで吹き替えで見たんですけど、あの、字幕版見て、あの、見た方に聞きたいんですけど、今回、ブルースウェインの時とバットマンの時で声変わってましたいや、あんまり印象、あの、 声変わってるって、しゃ、し、喋り方ってこといや、ほら、あの、なんか、陰頭癌にかかったとか言われる、あの、の、もう、低い声になるやつあるじゃないですか。バらマンだーットマンだーってことですよ。<laughs> そう。それが今回あったのかなって。ちなみに、吹き替え版だと一切声変わってないんですよ。ブルースウェインの時とバットマンの時。うんうん、一応、喋り方はちょっとは変えてたけどね。ティムバートン版ぐらいの変化ぐらいだと思えばいい。 おういやそのか、ね、ガラッと変わってる印象なかったけどな。あのね、クリストファー・ノーラン版だとね、普段はね、僕はブルース・ウェインだよって言ってるのに、バットマンって、俺はバットマンだーっていうの。<laughs> うん。で、あの、それこそノーラン版でも、あの、最初のビーンズの時だけは、その吹き替え版バットトークがなかったわけですから、なんか、ね、 バットマンってなんか、あの、若い時の話を書くときはバットトークがないように書くもんなのみたいな風なのもちょっと思ったりはしまして、うん。そういや、バットトークなかったねっていうのは思いましたけど、はい。言語<あ>版もあね。違う、あれはね、そうあれは多分、あの、ノーラン版で、あの、あれをシリアスというよりも、ネタとして受け取る人が多くて、笑い物にされたのがでかいと思うよ。 まあでもほら、DC ユニバースでも一応ほら、声変わってたじゃないですか。スーツ着てる時とそうじゃない時で。うん、あれなんかボイスチェンジャーみたいなのつけてるような、そんな、あれでしたけど、うん、描写でしたけど。いや、だってさ、今回のさ、ブルース・ボッチャもそういう器用さなさそうじゃん。うん、ないのかな。<laughs> うん。あいつ絶対そういうのできなさそうじゃん。あと、そもそも、今回のブルース・ボッチャはあんまり表に出てこない人らしいから、誰も声聞いたことないんだと思うよ。<ー>なんかあの人暗いよね、つって。<笑><笑>あと、 <あ>いや、だから、引きこもりの童貞だから。<laughs> あとね、あ、そういえば、あの、一番冒頭で、なんか、駅で強盗しようとしてた集団にバットマンがボコられるシーンあったじゃないですか。あそこで一人だけ、あの、ボコられずに、あの、逃げ出したやつ、あの、最後まで、あの、強盗するのをためらってたやついたじゃないですか。なんか、あれが再登場したら、ロビンになったりすんのかねっていうのもちょっと思いました。はい。あ,あいつがサーカス団に入るながらその可能性はあるけど、どうでしょうね。なんか、 うん、あ,あとほらあの、顔面にペイントしてたけど、そいつだけなんか半分しかペイントされてなかったから、なんか悪に染まりきってないってことかなっていうのもあって。うん、<laughs> はい。いや、要するに、るい,いや、要するになんか、あのー、えー、その悪事をやり遂げたらお前はこう、もう片面もう白塗にできて、メンバーに正式に入れてやるよみたいな、<laughs> そういう儀礼<ー>なんでしょううう。なるほど、そういうことか。 見習いの証あ<ー>あ OK <ー>ですはいあちなみあちなみに今回のそのあそうリアルリアル化の弊害と言いましたけど僕はなんかその辺のへいろいろなところをリアルにするのにあのブルースボッチャがなんとか死んでりたのと思ってましたあの <laughs> ほらパラシュート開くところとかペンギンがその車でゴロンゴロンするところとかいやあいつのジョブだなと思ってましたね。 あと、あの、リアルって言うと、うん、あの、これ、DK さん覚えてるか分かんないけど、昔ダークナイトの時に、うん、ダークナイトのレビューやった時に、うん、もうなんかダークでリアルな作風のヒーロー映画ってこれ以上のものを作れないよね、みたいなこと DK さん言ったん、自分で覚えてらっしゃいますあ覚えてるけど、あれはだからあの時点ではってことですよ。あ。今回どうでした時代が変わればまた、ん今回はどうでした<ん>ダークナイトと比べてどうでした <laughs> あ、だからリ。リアルな作風っていう意味では。 あのダークナイトの頃はあれが正解だったと思うし、今回は、ほら、あのー、スパイダーマンでもなあるけど、やってるけど、その、あの、どんどんさ、国民総オタク自体が来始めてるじゃん。なんかほら、みんな普通にオタクが普通というかさ、<laughs> 陰キャがいけるというか、なんなら、あの、インスタグラムでもメンヘラって、あの、悪い意味じゃなくて、そういうファッションとしてメンヘラが、その、消費されてる時代だから、はい。なんか、こういうや、 やつがこういうことしてるのもリアルな感じでいいなという。あとほら、ノーラン版って今、当時はリアルだと思ってたけど、今見ると、なんかかっこよくスタイリッシュすぎるじゃん <laughs> あの、ほら、所詮こいつコウモリの格好をしてよられない町に出歩いてる人を殴ってる人だから、あの、今回のそのバットマンが初登場するシーンの、あ、なんかやべいなんか危ない人が来たって感じがすごく良かったですね。なるほど。なんかそう考えると。<laughs> 危ない人なんでね。うん、うん。そう考えるとなんか歴史は繰り返すというかなんか、うん、ね、あの、ティム・バートン版の時もあの時点でのリアルの極限をやったら、うん、その後にノーラン版が来てっていう流れがありましたけど、うん、なんかまた同じことが起こってんですね。うん、<laughs> ノーラン版の後にさらにその後にいくっていうのが、ね。 あと、なんか、その切り替えというか、うん、これはもうほとんどこじつけみたいな論ですけど、スパイダーマン、あ,あ、ネタバレするよ、スパイダーマン、ノーウェイフォームの、えっと、スパイダーマンも、あの、あの、マーベリのスパイダーマンが最近なんかすごいなんか、ありえないぐらいハイテクなスーツになったのが、あの、ラストシーンで、また昔みたいなスーツに、割と現実的なスーツに戻るっていうのを感じてみて、なんかまた時代の変化がもう、マーベルも10年以上やってるからね、うん、ちょっと切り替えが来たのかなーって感じはします。 周期的にね。うん、またもしかしたら、シリアスな方が好まれる時代が来るかもしれないし、来ないかもしれません。来ないかもしれませんね。ということで、えー、長くなりましたが、今回の、えー、映画レビューはこの辺で終わりたいと思います。今回長いので、通常版とディレクターズカット版に分けようと思います。じゃそりゃ <laughs>、はい、どうやって <laughs> はい。だから短いのと長いの出すんだよ。<laughs> めんどくさい。はい。というわけで、あの、皆さん、 あのー、本当になんかバットマンね、新しい、今、本当に現代にあるべきヒーロー映画を作ってくれたということで、大変面白い作品になるので、なっていると思うので、ぜひあの、劇場で見て、その後、わからないところは配信された時に、何度も何度も繰り返してみてくださいということで、で、で、あの、小田切さん、で、今回どうでしたかああ、まあ、はい、普通に、こう、楽しかったんですよ。はい まあ結局、原稿を書くことになっちゃったので <laughs>、あの、最初、ほら話をした時は、視察で見たのに、何にも発表媒体がないから、まあなんか話したいよねっていう理由で言ってたので、まあ、結構だから、今後、僕のレビューはどっかに載るんですけど、 はいえー、結構かぶること言ってると思いますわかりましたじゃあこれを先に見た人はあのお金が得したということですねいや別にあのフリーのネットはメディアなのでその辺は大丈夫です<あ>どっちであじゃあ今回のレビューを見て分かんなかったところがあればそ,のそっちを読みましょうというメディアミックスです それで言うと、はい、あの、私も先週この映画のね、うん、レビュー動画自分のところで上げてるんで、はい、そこで知り滅な、知り、はい、滅裂に語っちゃってる部分を、今回の動画でよりなんか正しく建設的に、はい、あの、相手もいることで語れたと思うんで、はい、そういう意味でのメディアミックスもできてんじゃないかな。はい、あ、わかりました。<laughs> というわけで、あの、今回のバットマンレビューは終わりたいと思うので、えー、次回の、 次回のバッドタイムバッドチャンネルバッドレビューでまたお会いしましょうバイバイ、はい、ああ、言うと思った。強げない。これも言わなきゃいけないからそう。 はい。えー、この映画見終わってから思ったんですが、えー、この映画の作品世界内にも、えー、メトロポリスのデイリープラネット社にあの男はいるんでしょうかというか確か、ゴッサムとメトロポリスってなんか川を挟んだ対岸っていう設定じゃなかったっけ堤防が壊れた時大丈夫だったのかなさよなら、さよなら、さよなら。というわけで、あの、次回のバッドタイム、バッドチャンネル、バッドレビューでまたお会いしましょうバイバイ <laughs> あ,あ、言うと思った。ありがとう、バッドマン バッドマンありがとうってみんななん最後やっぱみんなでありがとうバッドマンって言うんだよ。ってくれた、<laughs> はいさん。はい。ありがとうバッドマンありがとうバッドマンのお兄さんありがとうあ,<ー>ありがとう<す>ありがとうス<ー>、スーパーマン来てくれる次は。